はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、オールナイト長野の時間がやってまいりました。メイン MC はメインパーソナリティは私リョウ松本が、務めさせていただきます。よろしくお願いしますと、前回ですね、まあ第1回目やったんですけどもね、実験的に意外に好評でしてですね、1時間くらい近い僕の自分語りの、ラジオ番組が、ラジオ動画が、まあ、約、ね、7000回くらい再生されてますし、コメントでもね、なんかこう何かしながら聞けるのでいいですと、うん、またやってくださいみたいな、なんかそういうようなお声もいただきましてね、ああやった価値があったなと思いましたので、まあ不定期ですけども、このラジオ系動画はちょっと今後もやっていこうかなと、そういうふうに思いますと。で、今回なんですけどもね、今回まあちょっと少し前にサラハの方とかに、まあラジオのネタくださいみたいなことを僕はツイッターでですね、ツイートしたんですけども、皆さん、ありがとうございます。メッセージいただきました。数少ないメッセージありがとうございます。大して来ませんでしたということで、まあ今日はそのですね、いただいた、まあラジオのネタ、こんなこと話してもらいたいな、みたいなことをですね、中心にお話ししていこうかなというふうに思っておりますと。まあ、はがきの代わりですね、サラハ職人目指してくださいと言ったんですけども。あ、すいません、今日も、お酒を飲みながらやっておりますので、途中でですね、空白な時間があるかもしれません、知れませんが、その時には、あ、お酒を飲んでるんだなと、そういうふうに解釈していただきたいと思っておりますと。じゃあ、どこの辺から行こうかな。どこの辺から行こうかなと。はい。これですね。まず一つ目。スカーフをベルトループに巻いて垂らすスタイルをよく行く古着屋の店員さんがやっていたので、自分もやってみたら意外に楽しくてハマりそう。だんだん暑くなってきて服装もシンプルになる中でアクセントになっていいかなと。リョウさん、このスタイルどう思いますかと。ですね、僕はやらないですね、結論。でもいいと思います、いいと思います。なんかこのですね、メッセージをいただいて僕がパッと一番最初に思い立ったのは、Gドラゴンがこういうことやってたんですよね。 Gドラゴンがこのスタイルなんかやってて、昔スカーフを、ベルトループに巻いて垂らす、あるいはスカーフとかもベルト代わりにですねしてるみたいなスタイルは GD がよくやってたなという印象があるので、まあいいんじゃないですかね。まあもう一回言いますけど、僕はやらないですけどね、僕はやらないかな。はい、次、ラジオのネタですを宣言してくれてますね。大学受験の意味、大学受験の意味とは何ぞやとっていうところですか。大学受験の意味、いや、それは大学受験の意味ですから、大学に入るための、まあ試験ですよね。じゃないですかね。大学受験の意味はね。ただ、大学に行くことの意味を聞きたいのかな、この人は。大学に行くことの意味は、まあね。まあ、勉強したい人は勉強するために行けばいいと思うんだけど、今の日本の大学ってね、もう、入りたいと思えば、どこでもないけど大学自体に入れますから、正直ね、お金を払って学位を買うみたいなところは結構あるんじゃないかな。日本のね、日本人の大学生ってなんか世界で一番遊んでるらしいですねなんか日本においてはね、大学生、つまり学生生活イコール人生の夏休みみたいな、なんかそういうような考えみたいな、そういう価値観あると思うんですけど、それ日本だけらしいですよね。海外の大学とかはめちゃくちゃ勉強大変らしくて、こうやってなんか遊んで歩いてるのは日本ぐらいだと、らしいですよ。まあアメリカの大学生とかもめっちゃ大変だですよ。僕もまあちょっと留学で行ってたので、なんとなく想像つくんですけども、本当に学生ですから、勉学がもう本当生活の中心で、もう本当に大変ですよ。課題もめちゃくちゃ多いし、みたいな。
まあ話それましたけども、まあ、うん、結論学歴を買うっていうことじゃない、うん、かなと思います。だからね、まあ大学受験、うん、そうだな、就活のための一本のレールですよね。就職活動をするためには大卒って結構有利ですから、まあ、そのための、パスポートというかね、チケットと、そんなような感じじゃないですか。はい、次、学生時代幼児大和などいろいろ着ていたようですが、バイトだけで買っていたんですか？あ、まあバイトもしてましたし、だから基本的には僕の買い物の仕方、鬼賢い買い物術という動画出しましたので、それ見ていただければ分かると思うんですけども、幼児とかあんま値崩れしなかったし、物によってはプレミアとかもついてたので、なんか、まあ、幼児とかもそうなんですけどね、ブランドの服はあんまり値崩れしないので、基本まあそういう考え方のもとなんか売ったり買ったりしてましたけどね、ヤフオクとかで。まあそこでうまく買い物してたっていうのももちろんあると思います。はい、次はい次はい次やってたらもうこれすぐネタ切れになっちゃうかな。まあいいや。サリバンのセットアップで欲しいものがあるのですが、過去のシーズンのものです。古着などで特定のアイテムが欲しいときどのようにして探しますか？メルカリ、ヤフオクなどネットオークション見る限りではありませんでした。だったらないのでしょう。もうメルカリ、ヤフオクとか、まああの辺のサイトをこうリサーチするしかないと思いますよ。うん、どのようにして探しますか。うん、もうそこを探るすか、もうあれですね、ブランド古着屋とかその辺を巡るか、足で稼ぐか、まあどっちかじゃないですか。まあ基本、まあ足で稼ぐのはあんまり効率的じゃないと思うんで、ネットでこの辺を見てなかったらないかどうかね、ウォッチし続けるっていうことじゃないですかね。はいはい、次、インターンシップでも普段でも兼用できるおすすめのスラックスカラー。次、今現在事務仕事をしていますが、服や靴に関わる仕事に就きたいと考えています。知識を身につけたいのですが、ノートなどにメモるなど形に残る勉強はしたことはございますか？何かアドバイスいただけたら嬉しいですと。あ、なるほどね。まあ、ちょっと転職を考えていらっしゃるってことですかね。服や靴、知識を身につけたい。僕の考え方は、知識は後からついてくると思うので、服や靴に携わる仕事に就いたらいいと思います。もうもはやもうそこに、その業界に足を踏み入れてしまうっていうことが一番手っ取り早いですねなんかちょっと根本的なところですけども、なんかね、結局のところ、じゃあ服や靴に携わる仕事に就くために、じゃあ知識を身につけて、その仕事に就けるかって言ったら、それまた違いますからね。知識を身につけてるからってその仕事に就けるかどうかって分かんないですよね、と思うんですよ。まあ大学受験とは違うので、さっきの話じゃないですけど、なので、勉強法とかを考える前に、もうその仕事についてしまうと。で、その現場でその仕事をしてるうちに、きっとその服とか靴についての知識っていうのはついてくると。で、その時に、ノートとかにメモっていけばいいのではないかなと。逆ですね、順序が、と僕は思いますよ。いくらその仕事に就きたいからといって、その仕事に就く前に、ノートとかにね、なんかこうネットとかで調べた知識とか本で読んだ知識とかをメモっていって、じゃあ例えばノート1冊分のなんか、知識を得られたとして、じゃあ、ね、その知識をもってして服や靴に携わる仕事につけるかどうかっていうのはまた別の話ですからね、だと思います。もうついちまおう、ついちゃえよ。服や靴に携わる仕事に、もう、やるしかないですね。働いてみようと。転職活動してみたらいいと思いますよ。
そんな気がします。結構ねこれね、何でもそうだと思うんですよね。これつまりはなんかインプットしてからアウトプットすると、なんていうかな、目的をインプットに置くかアウトプットに置くかっていう話だと思うんですけど、目的をねアウトプットに置くと結構インプットも質の高いものになるというか、つまり例えば僕だったら、YouTube で発言するために何かを学ぼうっていう感じ、何かネタになるものはないかとか、なんかこういうことに話したいなと思ったらそこに、肉付けするような、なんかネタ情報ないかなっていうような形でインプットした方が、より良質なインプットを得られるというかね、この場合もそうだと思うんですよね。仕事に就くっていう、仕事をするっていうアウトプットを先に目的にすると、結局そのために、インプットをするわけですから、インプットが目的じゃなくてインプットを手段としてね、目的をアウトプットにおいて何かをするとなんかいいんじゃないかなと、まあよく言われることですけど、まあ僕もそう思います、それは。はいはい、次、高校生に梁高島さんみたいなファッションは変ですか？別に変じゃないんじゃないの？てか高校生とか関係ないと思いますよ、高校生だから大学生だから、別に外から見たら分かんないからね。パッと見であなたが高校生か大学生か中学生かあんま分かんないと思います。そんなに制服とか着てない限りね、別にそこで区切る必要はないと、僕は思いますよ。別にしたかったらしたらいいと思います。変かどうかは気にしてもしょうがないかな。次、鷲田清和のちぐはぐな身体という体かなっていう本を読んだことありますか？読んだことありますね。でもね、読んだことあるんですけど、これね多分当時僕大学生の時かな、読んだんですけどね、多分難しすぎたのか全然頭に内容が入ってないんです、今残ってないんですよ。読んだなっていう記憶はあるし、多分今持ってんじゃねえかな、俺多分どっかに買ってどっかの本棚かどっかにしまってあると思うんですけど、読んだんですけどね、頭にほとんどなんか残ってないので、もう一回読み返した方がいいですね。はいはい、次この調子じゃもうすぐ終わっちまうぞ。まあいっか。りょうさんに質問があります。最近幼児に興味があって、幼児のウールギャバのパンツって夏に履けるものでしょうか？履けんじゃないかな基本。ていうか、SS のものだったら履けんじゃない。ウールギャバっつっても、確か何種類かあった気がするんですよ。幼児のウールギャバといっても、秋冬のものなのか、春夏のものなのか。で、基本的に SS で出てるようなウールギャバのものは夏でも履けると思います。そこまでねウールなんですけど、サラッとしてるのでウールギャバってあんまり、ウールだからといって、ウールイコール夏春なあーウールイコール秋冬っていうことでもないという、必ずしも素材感が結構サラッとしてるので、全然履けると思います。はい、次、就職先の第一志望もアパレルの仕事を志望していたのですか？はい、違います。こいつこの質問した人は最近僕のことを知ったな。昔から僕のことを知ってる人は、僕の第一志望が広告会社とか、商社だったことを知ってると思いますが、第一志望はアパレルではありませんでした。はい、広告とか商社に、行きたいと思っていたのかですが、残念ながら、就職活動うまくいかずですね、第一志望には行けなかったので、ユニクロに行きましたね。はいはい、次、クードスはいつからと、デリバリーかな、一応ですね6月末、予定ですけども、わからないです。確実に入ってくるとは申し上げられません。6月下旬予定で
デリバリーが開始されると、そういうふうに思っておいていただいたらいいですかね。はい、次。大学で全然友達もできず面白くありません。りょうさんはどのような大学生活を送ってらっしゃいましたか。なるほどね。大学生活。ですね、僕は、まあじゃあ時系列で話していこうか。大学1年生から。大学1年生からですね、大学1年生入りましたと。で、大学1、2年の時は、僕あんま全然友達いなかったんですよ。というか、あんま友達いらねえと思ってたね。ちょっとシャに構えてたから、1、2年の時は。というのもね、まあ1年、そうか、2年の途中くらいまでは、まあ僕が高校の時から付き合ってた彼女がいたので、基本ですね、土日は、まあ彼女と遊ぶみたいな。そういう生活を送ってたんですよね。うん。だから、その友達と、もう、友達付き合いをする必要があんまりなかったというか、で、僕は、まあ、上智大学のロシア語学科というところにいて、上智大学のロシア語学科は地獄のロシアと、学内で言われるほど、勉強がマジで大変なんですよ。ロシア語めっちゃきついんですよね。ハードなんです。なので、あんまりですね、いわゆる大学生みたいな、ザ大学生みたいな、なんかそういう生活できなかったんですよ、僕。その必修のロシア語がある1、2年生の時は。なので、もう、週5、平日の時は、もう基本、勉強。もう勉強しかしなかったです。というか、僕そういう風に決めたんですよ。必修がある大学1、2年生、必修のロシア語がある大学1、2年生は、もう僕は勉強に専念しようと。うん、変に中途半端に、例えばまあ勉強やってバイトもやってサークルもやってってなると多分全部中途半端になるなと僕は思ったんですよ。そんなに僕器用じゃないので。なのでもうやるんだったらとことんね、僕はもう勉強やろうと。どうせなら大学行くし、大学ってまあ勉強するとこだし、親に学費も払ってもらってるわけだから、もう勉強を一生懸命とりあえずやろうとっていうふうに決めてたので、っていうのもあってですね、もう大学1年の時はずっと勉強を中心にして、で、週末になったら彼女と遊ぶみたいな感じだったんですよね。だからね、そんななんか友達付き合いがね、あんまりなくて、で、僕もそれでいいと思ってて、一人仲いいやつがいたんですよ。もう本当に、基本、ずっと一緒にいる、ずっとな、仲いいやつ、友達が一人いて、そいつと基本行動してましたね。うん。その大学1年、1、2年の時は。だから平日、まあ、月から金までは、まあ、学校行って勉強して、で、なんかその授業とか、まあ、昼飯食う時とかは、その一人仲いいやつが いたんで、そいつとなんかずっと一緒にいて、で、週末になったら、まあ、土日とかで、まあ、彼女と遊んで、みたいな。その繰り返しですよ。基本。大学2年生の途中、僕が彼女と別れてしまうまでずっとその生活をしてて、まあ別れてからも、もう、必修が終わるまではね、ずっと勉強に身を捧げようと思ってたんで、大学の最初の2年間はもうずっと勉強。もうほとんど勉強。もう飲み行ったりとかも全然ない。サークルにも入ってないから、全然その多学部の多学科の友達とかも一人もいないし、俺っていう感じだったんですよね。で、僕がね、やっと大学生っぽい生活をし始めた、いわゆる日本の大学生みたいな生活をし始めたのは大学3年生からですね。大学3年生からやっとなんか必修のロシア語が、終わったというのもあって、終了したっていうのもあって、大学3年生からですね、ちょっとまあ大学生っぽいこともし始め、大学生っぽい生活かし始めて、まあその今まではずっと彼女と遊んでたので、なんかね、土日とかは基本彼女と過ごすみたいな感じだったけど、彼女と別れてからはなんか暇になるわけですよね、土日とかも含め。うん。で、なんかそこにちょうどその、なんかいいタイミングでですね、ロシア語学科の他のその友達
もうでき始めたんですよ。だから僕の交友関係が広がり始めてたんですよね。大学1年の時はずっと一人のやつとしか仲良くなかったんだけど、なんかちょっとね、あのロシア語学科の他の友達、交友関係が広がり始めてですね、あの意外にやっぱりあのその時気づいたのは、ロシア語学科のにはすげえ面白いやつが集まってるってことにその時に気づき始めてね、そこから一気にこう学科の友達が増えて、っていうのもあって、なんか大学生っぽい生活、うん、をし始めたみたいな、なんかそういうのはありますね、うん、かな、うん、だからなんかそんなになんだろうな、友達ができない、全く面白くない、まあ確かに、うん、俺もまあねえ、だまあ、友達もできて、なんか大学生っぽいこと もし始めて楽しかったけど、でも一方でね、なんかどっかで、なんていうかな、こう満たされないフラストレーションみたいなのがあって、なんかね、なんかこう、そうフラストレーションが溜まってたんですよね。なんかしたいみたいな、なんかやりたいんだ俺はみたいな、だけど何したらいいか分かんねえんだみたいな、なんかそういうモヤモヤも抱えつつみたいなのは分かります。ただ大学生という身分でしかできないことも結構いっぱいあると思うんですよね。時間もいっぱいあるし、だからそれをこう一回振り返って考えてみて、その友達とかができる云々の前に、じゃあその大学生で、まあ、比較的時間の余裕がある中で、なんかできること、今しかできないことってなんだろうって考えて、なんかそれに打ち込んだらいいんじゃないかな、友達とか関係なく。だから いわゆるなんていうかな、社会一般的なその大学生とはこういうものだみたいな、大学生ってこうだよねみたいな、そういうなんかステレオタイプというか、一般的ななんか認識にとらわれすぎずですね、うん、なんか自分なりにその時間を有意義に使ってったら僕は一番いいんじゃないかなと思います。例えばまあ旅行行くとかね、うん、本当学生の特権だと思います。僕ももうちょっとなんかいろいろどっか行っとけばよかったなって今も思いますしね。なんか僕は結構大学 1、2年の時とか特にそうですけども、夏休みとか春休みとか長期休暇になればもうすぐ実家帰って実家で 2ヶ月過ごすみたいな生活してたんで、それはなんかちょっと後悔が残りましたね。なんかもうちょっとその2ヶ月間でできることあったんじゃないかなとか、うん、なんかただ実家に帰ってぐーたらする、まあそれも悪くはないんですけど、2ヶ月間もやってる必要なかったなと、うん、まあ別に実家にいてぐーたらするのは2週間くらいでもよかったし、その他の時間はね、なんかもうちょっとその学生の時にしかできないようなこととか、なんかそういうことに使えばよかったなっていうのは今では思うので、なんかそういう風に楽しんだらいいんじゃないですかね、自分なりに。友達なんかできなくてもまあ楽しめる方法はいろいろあると思うので、そんな感じですかね、うん、まあでも結果的に僕は上智大学のロシア語学科にいて非常に良かったと思います。それはなんかなんていうかな、友達がいい友達ができたから。だからそのもしかしたら俺ね、そのまあ話ちょっとまたずれるんですけども、彼女と別れてなかったらずっとね、4年間じゃあその彼女とずっと付き合ってたら、なんかロシア語学科の友達と仲良くしようって思うようにならなかったかもしれないなと思ってて、だってね、週5日でじゃあ1人の友達がいて、そいつといればまあなんまあそれなりに楽しくて、まあ学校日々の生活、学校を送る上では、学校生活を送る上では支障がないと、で週末になったら彼女と遊ぶみたいな生活を4年間続けてたら、なんかね、それでだけでまあ事足りるというか、なんか他に彼女なんか他の人たち、ロシア語学科の他の友達に目を向ける機会がなかったかもしれないかなと、うん、思ってて、だから僕はなんかその彼女と当時を長く付き合ってた彼女と別れてよかったなって思います。今となっては今も東京とか行くとそういう友達と会ったり遊んだりするし、なんかすごい面白いやつが多いんですよ、やっぱロシア語学科って。ロシア語をさ専攻するって結構
構ねアウトローですよマイナーだしね、ロシア語を専攻するってもうそれだけで結構おかしいな選択ですから、なんかやっぱ面白いやつが集まってるなと。だからそういうやつらとなんかなんていうかな、友達としてなんか知ることができたのはもう僕の中では非常に大きな財産かなと今振り返るとね。ロシア語学科で学んだことよりも僕は結局そっちの方がね今となっては大きいかなというふうに思ってます。はい、なのでまあ僕はそんな生活を送ってましたね。そんな感じです。はい、次、新鋭デザイナーズブランドを追いすぎて自分の本当に着たい服スタイルがわからなくなりました。なんで新鋭デザイナーズブランドを追いすぎると自分の本当に着たい服スタイルわからなくなるもん。そうかな、別になんかそれはそれでこれはこれって感じがしますけどね。僕的には別の問題かなと新鋭デザイナーズブランドを追いすぎてって だったら新鋭デザイナーズブランドが自分の本当に着たい服だったり、やりたいスタイルなのではないのかな。違うのか、またそこは。なんかまあなんか自分のその時の興味関心に任せて、着たらいいんじゃないかな、わかんないけど。はい、次、本当の服オタクってラフ、ヘルムートのアーカイブとかナンバーナインとかを着てるイメージなのですが、そこにたどり着く必要などありますか。ですね、これはそもそも論ね、本当の服オタクって何ですかって話なんですよ。本当の服オタク、そして本当の服オタクが、なぜラフシモンズやヘルムートラングのアーカイブを着てるっていうような、考えに至ったのか、ナンバーナインを着てるっていうイメージに至ったのか、このね、この辺がちょっと僕は不思議というか、わからないんですけども、本当の服オタクの定義なんていうものがないですから、本当の服オタクって何ですかって話ですよね。じゃあ偽物の服オタクってなんだというか、本当の服オタクは多分そういうブランド、まあ例えばラフシモンズ、ヘルムートラング、ナンバーナインみたいな、なんかそこにたどり着くみたいな、なんかそういうことじゃないと思うんですよね。本当の服オタクって自分が好きなものとか着たい服、好きなブランドを見つけて、そこをもうひたすらなんていうかな、誰の目を気にすることもなく追求し続けるというか、俺はこれが好きなんだと、なんかそういうことじゃない。オタクって結局そうじゃんね。オタクって多分どういうことかって偏愛でしょ。オタクの本質って偏愛、つまり偏った愛だと思ってるので、その偏った愛がどこのブランド、どこの服に向かっていようと、結局偏愛の度合いというか、偏愛してることが僕は大事だ、大事というか、まあオタクの定義ってそういうことかなと思うので、その特定のブランドにたどり着くからそれが服オタクっていうことは違うのかなと。ある服オタクはラフシモンズだったりヘルムートに、行き着くのかもしれないし、また違うオタクはカラーに行くのかもしれないし、また違うオタクはマルジェラに行くのかもしれないと、また違うオタクはリドムに行くのかもしれないという、なんかその別にね関係ないっすよ。ブランドとかで定義されるというか、なんていうかな、そういうものではないかなと。ましてやたどり着く必要なんて全くないけどね、かなと思います。はい、次、りょうさんのおかげでいろいろなデザイナーさんの服を知れたのですが、新手のデザイナー服とマルジェラのような長く続くデザイナー服だったりとのコーデするとき、シルエットはいいけど
いいけどデザイナー×デザイナーの組み合わせが気持ち悪く感じてしまいます。リョウさんはカラーとワイプロだったりマーティンローズだったり着分けているのか、シルエットを考えてミックスさせているのか知りたいです。長文失礼しました。あーなるほどね。僕の場合結論、着分けているかな、着分けているかな。というのも、まあ僕かねてから何回も言ってるんですけど、カラーはホームグラウンドなんですよ。ホームグラウンドで、僕的にワイプロとかマーティンローズとかっていうのはどちらかというと遠征先なんですよね、僕の本質やっぱり戻って帰ってくる場所は多分カラーなんですよ。で、ワイプロとかかマーティンローズの服を着たいって思うのはその時の僕の気分的なところが多分多いんですよ。ただそれも現時点で分かんなくて、現時点ではそうだけど、もしかしたらワイプロがもしかしたら僕のもう一つのホームグラウンド的な、存在のブランドになるかも分かんないし、マーティンローズがそういうブランドになるかも現時点では分かんないんだけど、でもカラーがホームグラウンド、ベースキャンプであって、ワイプロとかマーティンローズっていうのはちょっと遠征先のブランドなので、そこはだから僕カラーとワイプロを合わせたり、カラーとマーティンローズを合わせたりっていうことは基本しないですね。ワイプロとマーティンローズを合わせることはあっても、そこはちょっとね気分けているというか、ただ単純にブランドの趣向がちょっと違うので合わないなっていうのもあるんですけど、なんかそこはちょっと分けてるかも分かんないですね。無意識か意識をしているのか、だからそこをミックスさせたことないですね、僕は。今までもあんまりないかな。で、その僕の場合はそういう感じで、デザイナー×デザイナーの組み合わせが気持ち悪く感じる。あ、なるほどね。新鋭ブランドと新人のブランドと伝統ある、メゾンみたいなブランドとの組み合わせね。でも気持ち悪く感じてしまうものはしょうがないかなって思うけどね。ただそのなんていうかな、その新鋭のブランドとっていう情報と、古くからある伝統のある情報、伝統のあるブランドっていう情報、そこはあんまりね、こだわりすぎる必要もないのかなと思います。一方でね、気持ち悪く感じてしまうのは致し方ないのかもしれないけど、一方でその新しいからとか古くからあるからとかっていう、その何ていうか歴史的なところであんまり、こだわるっていうか、固執する、とらわれる必要はあんまりないのかなとも思いますけどね。そんなこと言ったらね、そこまで伝統のあるヴィトンのね、クリエイティブディレクターが、あれヴィトンがバージル・アブローか、バージル・アブローでしょ、ね、ディオールがねキム・ジョーンズですから、あんまりだからもうその辺のね古い新しいは気にせず、やっぱなんか着たいように楽しむっていうことを第一に考えた方がいいのかなというふうには思いますけどね、僕は。なんとなくわかりますけどね、その気持ち悪さ、気持ち悪さなんとなくわかる。なんとなくね、そうですね、あんまりその外的要因にとらわれる必要はないんだけども、かといってね、その自分の気持ちはどうしようもないですから、そこはバランスかなとは僕も思いますけどね。はい、次。どこのセレクトショップで働いてるんですか、今度伺いたいです。長野市のハウデというお店にいます。はいはい、次。これはですね、有名な黒黒さんからいただいた、直接しかもいただいたリクエストなんですけどね、もう匿名でも何でもないっていうなんですけどですね、
なんだかな、ファッションにおけるその男らしさ、男性らしさ、女らしさについてどう思いますかみたいな、ファッションがそれを定義しうるのかみたいな、なんかそういったリクエストが来てたような気がしたので、それにお答えしようかなと思うんですけどもね。これ結構難しい問題というか、哲学的ですよね。思想強めな質問かなというふうに思うんだが、ファッションにおける男性らしさ、女性らしさは、ファッションにおいてはもうな、近年はね、あんまりその差が、男性らしさ、男らしさ、女性らしさって差がね、ファッションにおいてはあんまりなくなってきてるかなと思っていて、それはなぜかというとですね、やっぱりな、昔はあったと思うんですけど、今それがなぜ希薄になってるか、その差があんまりなくなってきてるのか、その男性らしさ、女性らしさっていうその差がちょっと曖昧になってきてるのは事実だと思っていて、例えばですけどね、ユニセックスのブランドって今すごい増えてるし、例えばですけどメンズとウィメンズのね、ショーを一緒にやるとか、まあそういうブランドって今すごい多いし、なんならメインストリームになってきてるのかなと、そういう考え方はね、ベトモンとかもそうだし、と思うんだよね。で、それがなぜかというと、まあ、結局ですね、昔ほど男と女っていう、社会的な地位というか、なんかそういうのがなくなってきてるんだと思うんですよね、昔に比べると。昔なんかも本当男尊女卑だから、男優先のね社会だったわけですよ、昔なんか特に、洋服なんて特にそうで、やっぱりね、洋服っていうもので男、自分の、まあ、男らしさだったり、そういうのを表現する一つのメディアとしてね、洋服は機能してたと思うんですよね、昔は。だから、まあ、例えばミリタリーとか、まあ、戦争の時の服とかスーツとかね、まあ、そういうものに、まあ、代表される、まあなんていうかな、紳士像じゃないけど、とにかく男性のファッションって決まりが多いんですよ。決まりが多い、制約がいっぱいあると。それに比べて女性のファッションっていうのは自由なのは、これなぜかというと、そもそも文化の差なんですよ。文化の差なんですよ。つまり、男性はそのファッションっていうものに対して、こうなんていうかな、文化的にそういう決まりをつけるほどの立場にあった。女性はそういうものを許されなかったと。どちらも本当にどっちかというと、もう男目線で、なんか脱がしやすい服とかさ、なんか結局そういう観点なんですよ、男性の目線から見たみたいな女性の像っていうのが非常に強かったから、だからね、そのある種のルールとかそういうものをこう与えられなかったんですよ、女性服っての。男性服はそういう文化があったから、ある種の制約があって、それはまあ今も根付いててね、ある程度男性のメンズの服は結構、まあ、デザイン的に制約があるって言われてるのはそういう理由なんですけども、まあ、昔はそうだったと。男が強くて、男の方が何て言うかな、そういう文化的な遊びというかね、ある種のそういうものを許されてた、格式高い装いっていうものにの、まあ、文化があったんですけど、女性はなかったと。だからある種の男らしさ、そして女性らしさっていうのは、男性から見たっていう視点ですよね、あくまでね。ごめんなさい、ちょっと抽象的な話になってて難しいかもしれないですけど、まあ僕も全部理解してるわけではないのであれですけども
ところが、まあ、あの近年ですね、女性の社会進出とかも、もうこうね、盛んになってきてて、ある種今までの歴史の中で一番男性と女性の社会的地位みたいなところが差がなくなってきてるのかなと、現代においてはね。だからあんまり差がないと。で、昔はその装いとかで男性らしさとか女性らしさを表現してて、そこに差があったものがあんまりなくなってきてて、社会的な地位的にも。だからあのファッション的な観点から言うと、そういうのもあってですね、女性の地位向上というかのもあって、あんまりですね差がなくなってきてるのは事実かなと。まあもちろんそのね、女性にしか着れない服というか、まあスカートとかね、まあ男性も着れるけど、基本女性服として、まあ知られているとか、一般的に女性服とされているスカートとかね、なんかそういうものはまあもちろんあるし、そういうのはまあ女性服として、まあ女性らしさをこう演出する一つのまあ装置ではあるかもしれないが、一方でまあ男性服と女性服の違いは、女性だってね、ジャケット着るし、スーツも着るし、スーツなんて昔はあの男のものだったから、男がね、自分の威厳とかね、強さをこう外側にこうアピールするための服だから、肩とかね、肩パッドもパッキリ入ってこう強く見せるみたいな、なんかそういう意味合いがあったから男性のものだったけど、今やもうね、女性も着るし、なんならスカートを男が履くこともあるしみたいな、まあここはあんまり差がなくなってきてるのかなというふうに思ってます。まあそのそうだね、洋服ファッションという意味において言うと、男性らしさ女性らしさを定義するのは結構難しいのかなと思ってて、だからもう詰まるところ、もう身体的なところかな、男性らしさ女性らしさをこう明確に意識できるのは、かな。まあなんか男らしい体型シルエットと女性らしい体型シルエットっていうのは、まあこれはあるんだけど、洋服で定義するのは結構難しいのかな、と最近は思ってます。思いました。もうまあまあね、まあおおよそね、おおよそだけどね、まあ、もちろんそのマスキュリンなやつとフェミニンなやつとか、もちろんそれはあるんだけど、あるんだけども、まあ全体的に見ると流れ的にはそっちだよねと、いうふうには思いますけどね。ただ言葉にすると難しいね。男性らしさって何ですか、女性らしさって何ですかって、結構抽象化するのが結構難しい概念かな。定義するのが非常に難しい。具体的な何かを見て、これは男らしい、これは女らしいっていうのは楽なんだけど、それをじゃあね、抽象化して、男性らしいとはこれである、女性らしいとはこれであるっていうのが今はすごい難しいかな、昔に比べて。なんかそういうふうには思います。そんな感じですかね。今の話はなんか僕もちょっと話してる途中で何言ってるか自分でもよく分かってなかった節がありますけども、男性らしさ女性らしさ難しいね。まあでもちょっと話はずれますけども、話はずれるけど、そのまあ女性らしさっていうところで言うと、やっぱ一つ鍵になってくるのは、僕はその丸みカーブかなっていうのはあるんですよね。丸みだから、これもまあやっぱり男性から見た女性像っていう形になっちゃうけど、やっぱりその丸みカーブがあるっていうのは一つ魅力的に映る要因なのかなと思いますね、女性に関して言うと。男はどちらかというとね、直線的な方が男性らしいのかな、
女性らしいっていうのはどちらかというと曲線に出るのかなと。そしてその曲線のメリハリが大きいほど女性らしい。つまりは例えばだけど、胸が大きくて腰で細くなってお尻で膨れるみたいな、まあ、こういうビーナスラインっていうかな、あれビーナスラインっていうかな、なんかああいうのにも代表されるように、そのメリハリの差、まあ、ある種のギャップというかね、なんかそれは一つ、まあ、身体的な、ね、フィジカルな特徴ですけども、まあ、女性らしさではあるのかなと、男性はどちらかというとね、直線的かなと、まあそういうふうに思いますけどね。まあ体鍛えたりするとね、男もまあ結構、あんまりストンっていう形にはいかないかもしれないけど、でもカーブではないかな、カーブっていう価値観ではないよね。女性はカーブですよね。曲線にこそ女性らしさがあるかなと、なんか僕はそういうふうに感じてますね。曲線がある方が、そしてその曲線のメリハリがついていた方が女性らしいと認識するようになってるのではないかなと、僕は、思いますね、かな。丸そうだね、丸っていうのが好きなんだろうな男はな。なんかそういう風な感じはしてますはい、そんな感じですね。一応来たサラハでいただいたメッセージには答えましたので、またですね、なんかラジオのネタとして提供いただければ僕は非常にありがたいので、まあなんか遠慮せずね、ラジオネタですみたいな前置きをいただければ、あ、ラジオネタで来たのかっつって僕も分かりやすいので、ガンガンどしどしご応募してください。目指せサラハ職人ということで、よろしくお願いします。まあ、そんな感じかな。そんな感じでベラベラいろいろ喋りましたけど言うて50分くらい喋ってるな、あっという間だな。まあいいや、まあここらで、オールナイト長野おしまいにしようと思います。ここまで聞いてくださった皆さん、正直言って控えめに言っても、頭がおかしいと思います。ただその頭のおかしさ、狂気は大事にしてください。そんな感じです。ではまた会いましょう。さよなら。